はい、どうもユッキーです。ヒゲ剃り動画今日も始めていきます。今回はですね、こちらフェザーのポピュラーを使いまして、前回は、こちらフェザーのハイステンレスというねこの刃を使ったんですが、これを今回は、2枚こちらをですね2枚重ねて、もうすでに重ねてあります。こちらを2枚重ねて、そしてここにセットして剃っています。こちら2枚重ねて剃ると非常に滑らかというか、まあひげが肌が切れにくい、剃り味が落ちるんですけど、その代わり全然肌がね血が出なくなるという、こちらをやっていきたいと思います。それではこれをねまた使っていきます。よいしょ、まあ、あかんね。では剃っていきましょう。またちょっと手鏡を、ね、使います。なんかすっげえ痛い。あれ、こんな感じだったっけ。なんかやけに、あれ、なんかやけにひげが引っかかってすげえ痛い。あれ？前はこんなんじゃなかったんだけどな。あれ、いつも剃ってる時ね、結局ね、あれなんですよ。ひげを、こう、毎日剃ってる時はいつも、シャワー浴びながら、剃ってるんですけど、それでだいぶふやけて、ひげがふやけるんでいい感じにはなるんです。いつもだとね、
それともひげが伸びすぎてちょっとあれになったのかな。剃りづらくなったとかそういうことかな。あんまりね、ひげ伸びすぎて1ミリぐらいになると、全然引っかかるっていうパターンが出るんで。ちょっと伸びすぎると、俺3日ぐらい伸ばすんですけど、ちょっと伸ばしすぎたのかな、今回まで。その可能性が。あります。うん。あんまり伸ばしすぎてもよろしくはないんで、やっぱね、放送というか動画撮りながらだとね、ちょっと厳しいですね、うん、本来はシャワーを浴びながら頭洗って、でその後にまあ、いつもやるんだけど、いわゆる風呂入りながらですね、お風呂入りながらでやるんで、あれなんですけど、よいしょ、まあでも、うん、これはおすすめですよ、マジで。この2枚ハイステンレスを2枚重ねの方法はマジで、逆取りしてもね、全然ね、歯が血出ない、肌が血出ないんで、本当におすすめです。うん、まあ、とりあえずね、2回目ちょっと剃りますか、もう1回ね、よいしょ、まあ1回目でだいぶ剃れたんだけど、ここら辺がちょっと、ここら辺が伸びすぎてるのか、毛が絡まって、うまく剃れない。ヒゲは1ミリぐらい伸びちゃうと、やっぱダメですね。なるだけここまで伸びないうちにヒゲ剃らないと、やっぱり。本当に2枚重ねにするとね、
適当に剃ってもね、全然ね、あれなんですよ。血出ないんですよ。ただ今回はちょっと毛が伸びすぎてて、この顎のあたりのが うまく剃れないですね。ちなみにこの2枚重ねっていうのがアマゾンのハイステンレスとかのレビューに載ってます。このポピュラーの、確かポピュラーのあれに載ってたの、レビューに載ってて2枚重ねにするといいよみたいな。いつも フォームのやつでやってるんですけど、最近ちょっと新しいフォームのちょっとジェルタイプかな、ジェルタイプのやつもちょっと買ってみました。最近ね、ジェルフォームってやつね。まあ、他にも買ったんですけど、こちらシックのシェーブガードのこれジェルフォームってやつですね。これとちょっと色が違う、ちょっと青っぽいグリーン、エメラルドグリーン的なやつ。これはつけるとクリーミーな泡になるらしいです。最初はジェルらしいんですけど、これをちょっと使ってみましょう。個人的にね、泡フォームよかね、ジェルの方がいいんではないかなと俺は思うんだけど、あ、ジェルだ。これはジェル、あ、ジェルなんだけど、不思議だね、なんでこれジェルなのに。泡になるんだ。最初ジェルなんですよ。時間が経つとかな。ちょっと泡、もう泡まみれになったんだけど。
つけすぎた。こっちの方がなんか なんていうか滑らか、こっちの方が肌に優しいような感じはするけどね。でも、結局フォームなんだよな。個人的にやっぱジェルの方がいいんではないかと。そこは人それぞれですよね。結局ね、ジェルがいいか、でも全然適当にやってもね、全然ね、二枚重ねだと逆ぞりしてもね、全然ね血が出ない、っていうのはほぼ間違いない。ということで、まあこんなもんでいいだろう。だいたい洗い尽くした。かなりツルツルになりましたよ。本当に両刃カミソリはね、このツルツル感がたまらんよね。ちょっとあれか、ただ肌にダメージが若干でかいというのはあるんだけども、まあ、今度ね、最近イギリスの方でイギリスのショップで ミューレの、なんだっけ、高めの6000円ぐらいするやつを、ミューレと、あと、なんつったっけな、メルクールか、メルクールっていうメーカーの、やつも買ったんで、今度それで、剃ってみたいと思います。メルクールっていう、まあ動画でも結構よく見るのがメルクールってメーカーなんですけど、まああとミューレっていうメーカーのやつもね、ちょっとハマって買っちゃいましてそう、買っちゃいましたんで、まあ、こんな感じで、よいしょ、綺麗にしたら、今日アマゾンで注文したこのすげえツルツルなんだよ、ここがね、チュルンチュルンになる。
アマゾンで今日届きました。こちらギャツビーのアフターシェーブウォーター、これを俺アフターシェーブ系はね使ったことないんだけど、あ、痛いですね。まあこれを塗ると、あ、でもそんなに痛くないな。これを塗るとカミソリ負けとかの肌を殺菌とか、結局カミソリ負けすると血出たりとか肌が、まあ、荒れるんですけど、その時にほらその傷口とかにまあ菌が入ったりすると、あのなんかかぶれたりとか、うん、まあそういうことですね。そういうのを、まあ、これで予防するっていうのが目的らしいです。ということでね、あ、でもそんなに刺激ないね。ちょっと最初チクッとまあ塗った時ちょっと痛かったけど、まあ特に問題はありません。ということでね、こちらの2枚重ねはぜひ初心者の方におすすめしておきたいと思います。これね、5つ星、今回の評価は前回忘れてたんで、前回は3つ星でした。今回は5つ星、これね、2枚重ねでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。